俺は天才小学生ヤネスケ、そしてこいつが最強の母親キイコ。今から親戚の家に向かうところだ。ヤネちゃん、ちゃんと準備できた？うん。お土産も持ったし、大子の家行くわよ。親戚の家であんなことになるとは、この時誰も予想することはできなかった。久しぶり。久しぶりだな。早速ママ会しましょう。二人は宿題してるのよ。じゃあ俺が宿題見てるよ。はい。じゃあママ会始めましょう。乾杯。このスイーツ美味しそう。いただきます。あー、このスイーツ美味しいわ。本当よね。こんなクソ田舎にはあんまりないでしょ。でも東京は狭すぎて住みづらそうよね。クソ田舎に比べたら全然便利よ。さっきからクソ田舎とかバカにしてんの、あんた。さっきからギャンギャンうるさいわね。私が黙らせてあげるわ。なあ、早くフォートナイトしようぜ。やろうぜ。このクソ親父に宿題やらせようぜ。ヤネスケ、いつもの頼む。任せろ。おい、ついにそこに捨てやれ。はい。じっとしててね。何よ、熱いよね。この武装な、これも効かないの。何よ、痛いわね。あなた、まあまあ頑丈な体してるじゃないの。ならこれでも食らえ。あんた、破壊光線は危ないじゃないの。ビクロイ、ビクロイ、ビクロイ、ビクロイだ。UFO 来たぞ。本当に、すっげえこれ。いや、待って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 。ご主人様、算数の宿題が終わりました。グダグダ言ってねえの、お前国語もやっとけ。承知いたしました。ちょっとあんたたち、なんで宿題やってないの。それにお父さんロマにしちゃダメってあれだけ言ったでしょ。やばい、お仕置きモードだ。逃げろー。やべー、逃げろ。待ちなさい。あなたは2人で追いかけなさい。分かったわ。やばい。避けろ。これは危ないな。アチャパー。ここまで来れば大丈夫でしょう。お坊ちゃま、宿題が終わりました。お、やるじゃねえか。あんたたち何やってんの。あんたら、いい加減にしなさいよ。わっべ。お坊ちゃま、これで一件落着。あ、特売だわ、行かなきゃ。はあ、戻ろうかしら。ルンルンルン。ふぅ、よし、フォートナイトやろうぜ。うん、
あれ？でもなんか忘れてるな。お坊ちゃまどこですか？全然落ちてくんないですけど、どう思います？これ進まんな。もうパッと落ちてパッと終わろうや。リハ投げんだよ。俺自転車さパッと行ったよね。待ちなさい。水落ちるなんでその時間かかんの？クオリティ低かったんで。はい、屋根すけ。屋根すけ5回。あの高齢ドライバーのやつとさ、あれ比べたって言ったもん。だって。いや。ほんとしょぼかった。早く飛べや。オッケー、大丈夫か、ヤネスケ、ヤネスケ、大丈夫か、ヤネスケ、ちょっと助けて。